グラバー園自由亭前にある西洋料理発祥の日。長崎県長崎市洋食とは、講義では西洋料理から西洋風の料理全般を指し、競技では日本で独自に発展した西洋風の料理を指す日本料理の一カテゴリーである。競技の洋食は日本で幕末から明治期にかけて生まれた西洋料理店が発祥である。ポークカツレツ、カレーライス、コロッケ、 カキフライ、エビフライ、オムライスなど日本向けにアレンジされた西洋料理が生まれた。競技の養殖は幕末から明治期にかけて生まれた西洋人のための西洋料理店を発祥とする。それらの店で下働きした日本の料理人たちは後に日本各地で自分の店を開き西洋料理を広げた。また日本の陸海軍はその県軍において 欧州の列強国軍に反を取ったため、早くから西洋式の料理を給食や野戦料食に取り入れていた。こうして徐々に日本人に知られるようになった西洋料理は従来の日本の食事に対して洋食と呼ばれるようになった。古くはすでに1882年福沢諭吉が著作の提出論の中で洋食の語を使った。それまで日本人は 一般的に牛肉食を忌避していたため、牛肉や豚肉を主体とする西洋料理には大きな抵抗感があった。しかし、明治政府が国民の体格向上のため肉食を奨励したり、明治天皇が自ら牛肉を善にのぼせられたという新聞報道などもあり、庶民の間でも牛鍋などの形で徐々に肉食が始まった。明治時代の日本において、 西洋料理の食材を完全に揃えることは困難で、しばしば代用品が使われた。また、日本人向けにアレンジが加えられることもあった。そうして生まれた、日本的な洋食の代表が、ポークカツレツ、カレーライス、コロッケ、カキフライ、エビフライ、オムライスである。ポークカツレツは、とんかつと名を変え、茶碗ん飯と味噌汁と漬物をセットにした日本料理と、カスに至っている。 また近年では北海道のエスカロップのようにご当地料理として町おこしに使われている料理もある。明治期には西洋料理は高級なものであり、フランス料理が中心であったが、大正昭和戦前期には日本的な洋食を中心とした大衆向けの洋食店も登場するようになった。マカロニグラタン、クリームコロッケ、コンソメスープ、ポタージュ、ビーフシチュー、ピカタ、 ステーキなどは西洋の調理法をほぼそのまま踏襲している洋食である。これらは戦前は高級料理であったが太平洋戦争後アメリカの小麦戦略により日本人の食生活の洋風化が急速に進みポピュラーな洋食となったものである。近年においては従来のように西洋料理全般を大雑把に洋食と呼ぶことは減り、 フランス料理、イタリア料理、スペイン料理、ロシア料理、ドイツ料理などと国別に呼び分けるのが普通になっている。そのため、今は日本で独自に進化した西洋風の料理のことを洋食とすることが多い。岡田明は、とんカツの誕生で、パンと合うのが西洋料理であり、米飯と合うのが洋食という説を唱えた。また石毛直道は、講座食の文化、 第2巻日本の食事文化で、養殖は特定の欧米に限定されたモデルを持たない。それは日本人が漠然とイメージした欧米一般のことであり、いわば日本で再構成された外来風の食事システムであると述べている。また村尾が実るは平凡社の世界大百科事典の養殖の項の中で、養殖には多分に日本的な要素が含まれていると指摘している。 一般社団法人日本洋食協会によると、洋食とは米飯に合わせて食す、日本独自の進化を遂げた西洋料理と定義している。洋食料理、ハヤシライスコロッケハンバーグナポリタン洋菓子詳しくは、洋菓子を参照。当時の大卒初任給70円、日雇い労働者、日当1円63銭。浅場商事、明治時代における食肉事情。 岡山畜産広場、ジョルジュ・オーギュスト・エスコフィエ、エスコフィエフランス料理、角田明役、柴田書店。P1119、日本コーヒー史、コーヒー会館文化部編、草の上吉草の、上吉言と区大阪発の洋式ホテルの起源と、その推移、自由定ホテルの供給目的と存在意義の研究、広島、純一、大阪観光大学観光学研究所年報。 韓国研究論集第14号、横浜歴史年表道編纂委員会編日本の西洋料理の歴史後日本の西洋料理、コスガ慶子、日本洋食物語大全 P175、ジョルジュ・オーギュスト・エスコフィエ、エスコフィエフランス料理、角田明役、柴田書店。P305、トンカツフライ料理、人気店のメニューと調理技術、朝日屋出版、P116、 ISBN 978から47億5110万8185ありがとうございます。